はい、えー。それでは、10月15日の3問に入っていきます。まず、えー、区分所有法の問題です。えー、法定共用部分は、えー、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない、丸かツかという問題ですね、えー。この問題考えたい方は、一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄の方から、問題文をご確認ください。で、答えはツです。 そもそも法定共用部分ってどんな部分か理解できていますでしょうか例えばエレベーターとかエントランスとか階段とかですねこれらは法定共用部分って呼ばれるものなんですけども登記しないんですね、まあ、登記しないっていうか登記できないんですよつまりもう登記しなかったとしてもこれはもう第三者に対抗することがもうできるんですね一方法定共用部分と対比する言葉として規約共用部分っていうのがあります で規約共用部分っていうのは会議室とかですね。もともと会議室って部屋じゃないですか。部屋なので、専有部分なんですが、それを規約によって共用部分に変更することができるんですね。つまり専有部分だけれども会議室にして共用部分にすると。でそれは規約共用部分っていうんですけども、これについては登記をしないと対抗できませんので、え注意してください。 で、続いてトイレに入っていくんですけどもえ、その前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録ボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、チャンネル登録の隣にベルのボタンあります。で、これはえ押していただくと、私が新しい動画を公開したら、自動で通知が来るような設定なんですね。 なので、新しい動画をアップした時に新しい情報を見たいという方は、こちらのベルのボタンですね。チャンネル登録の隣のベルのボタンもクリックしていただければと思います。で続いて、問い2ですね。宅建業者 A が自ら所有する土地を10区画の一段の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。 A が案内所を設置して、そこで、宅検業法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない、丸るかツかという問題ですね。宅検業者 A っていうのは、案内所を設置していますと。で、ここで重要事項説明を行う場合、この案内所の専任の取引士が行わなければならない、丸るかツかという問題です。で、答えはツですね。 案内所には1名以上の専任の取引士を置かなければなりません。しかし、重要事項を説明する取引士っていうのは、この専任の取引士でなくても良いです。つまりそれ以外の普通の取引士であったとしても問題はございません。取引士でありさえすれば重要事項説明を行うことができます。 まあ基本的な問題なんで解けるようにしておきましょう。で個別指導では普通の取引士と専任の取引士どう違うのかを解説しています。しっかりね、この辺対比しながら頭に入れておきましょう。で、問いさです。2ヘクタールの用途地域内の土地について造成工事を行って青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である。丸か罰かという問題ですね。答えは丸です。つまり開発許可は不要です。 開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合なんですね。で開発行為っていうのは、主として、建築物の建築、または工作物の建設を目的として行う土地の区画形スの変更のことを言います。つまり、建物を建てるために土地を工事する。これが開発行為なんですね。で、今回、青空駐車場っていうのは、建物を建てませんよね。建物を建てないってことは、開発行為に当たりません。開発行為に当たらないので、 開発許可は不要だとということになります。今、さらっと考え方をお伝えしたんですけども、これちゃんと理解しないと解けないと思います。あの、累代が解けない。この問題を解けたとしても、累代が解けないんですよね。だから、ちゃんと理解してください。開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合なんですね。で、今回の話は、開発行為に当たらないから開発許可が不要なんだということです。この開発許可の要否、まあ、必要か不要かを問う問題っていうのは、 考え方があるんですね。まあ、今もさらっとは言ったんですけども、まあ、もっと細かい、え、流れがあるんですよ。考え方の流れがあるんですね。それを知ったら、開発許可の用費の問題はすべて解けます。つまり、開発許可の用費っていうのは得点源になるんですね。なので、絶対解けるようにしていただきたいんですね。で、今回無料なので、まあ、ちょっとこれ以上はお伝えはできないんですけども、個別指導ではこの考え方までお伝えしています。 今は試験直前期なので、個別指導の募集を行っていないんですけどもえ、今年の試験が終わった後、すぐにですね、個別指導は開講させていただきますので、来年の試験で絶対合格したいという方は、えぜひご確認いただければと思います。え今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また明日も動画をご覧いただければと思います。レドスのオノでした。